おはようございますからのこんばんは。どうも皆さんこんにちは、木津匠です。拠点枠です。立石健です。今日は何をするかと言いますと、口笛選手権大会を開催したいと思います。イエーイ、選手権大会。選手権大会です。このゲームを簡単に、マジで簡単に説明すると、はい、口笛を吹いてあなたたちが何の曲か当てるという、はい、すごくシンプルなゲーム。これに求められるのは口笛力ですね。ポイントは、あれですね、例えば剣が吹いたとして僕たちが当てたらそれは僕たちが1ポイントで、剣は当ててもらったから3ポイント。僕たちに分かりやすい曲をやってくれた方が剣にもポイント上がるし、僕たちにもポイントが高いんです。口笛が本当にできるかできないかなんで今回の。なるほど。優勝者には、敗北者から褒められる。で、優勝者は敗北者に直してほしいところを一つずつ言う。はい、ということで、はい、やっていきましょう。やっていきましょう。レッツゴー。ゴー。ゴー。フォスファミ。早押し1回しか答えられないというルールを追加しまして、1回答えて間違えちゃったら次の人に自然と回答権移るという形になります。はい、ちょっと厳しくなりました。選手権大会です。そうなんです。プロなんで。あ、はい、大丈夫です。行きます。うるさ。マリーゴールド。正解。じゃあ3ポイントやな。3ポイント1ポイント。よし。はい。回っていき。はい。分かんない。ええ。マジかよお前。ああ、わかりますよ。わかりますね。はい。それで行きたいじゃん。いや、しこいつ。じゃあ私行かせていただきます。出ねえわ。出ねえ。出ねえ。やっぱね、曲によって出ないですね。行きます。結構優しめかな。わかんだけどね。粉雪。せーあーしゃそうだ。粉雪。やった3ポイント。結構優しいですね。もっと難しい。なんかもう口笛できんのこれみたいなのかと思ったけど。おお、なるほど。森の鳴き声ですか。ちょっとね、初め高すぎて口笛じゃ出なかった。その後から行くわ、うん、歌詞があるところから。あー上手。全然分からん。いや、分かるんだよ、曲は。え、何これ。あ、はい。いや、分かってるんですよ。アーティストの名前分かってるんですよ。分かる。いい、踊り出せ。ベベー。よし、ここで、ね、やばい、そっか、いただきました。え、いや、待って、でも分かるよ。あ、やべ、ちょっと黙って。アドさんのうっせぇわ。うおぉー、そわ正解。いや、これはむずいわ。ちょっと、うまかったわ。でも、うまかったと思いますか。水さん、5ポイントです。あー、わかりました、大丈夫です。はいはい、多分ね、これはね、わかると思う。わかる。うん。終了。3秒です。分からんの？とりあえず答えを。分かんない。ディズニーの何か。じゃあタクミ。散歩。いいですか？それで。ファイナルアンサー？はい。だってどうせみんな0ポイントや。正解発表いきます。実はこの曲。
僕の中学校の校歌です。なんでわからんの。よく中学校の校歌分かってる。ちょっとなんか覚えてた。今日癖強めだったから。分かるわけないっすよ。何もポイント入らんから。いや、これはね、申し訳ない。巻き込まれた俺。巻き込まれたわ。許さん。しかも、ドベなのに。いや、そうだよ。ラスタにもおかしいよ、今。OK です。いきます。わかる。わかるけど、曲名が出てこんな。もうわかったわかった。終了。いや、なんとなく聞いたことある気がするな。曲名がわからんわ。これヒントはですね、いいですか？映画にもなりました。そうだね。あ、はい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 、どうぞ。中島みゆきさんの糸。正解。糸か。そうだね。何ポイントですか？ 7？ 当てても相手に点数入っちゃうから。3。ああ、難しいな。お、ちょっと待って、笑っちゃうんだけど。でも知ってる？分かる分かる。多分みんな分かると思う。いいところから始めるから。うん。ダイナマイト。分かった。正解。ダイナマイト。遅いっす。遅いっす。嬉しいんだけどさ、これさ、当たっても点数入ってるじゃん。自分の時当ててもらわないといけないでしょ。だいぶヤンキーだけど。じゃあ、今、5、8、7。いい勝負ですね。みんな同点になっちゃう。はい。はい、ここは何としても点数が欲しいところなので、頑張ります。いきます。頑張って当てたまえ。こっちに2点ぐらい欲しいな。サビちょい前から行くね。わかった。嫌だわ。だって当てたのにビリになりそうだよ。でも当てるしかないの。当てるしかないの。剣が当てたら剣じゃどうダメになるでしょ。何そのゲーム。何そのゲーム。で、俺が当てたら剣がドベでしょ。剣ドベで、ね、俺が2。俺そしたら完全に間違えるよ。剣が当てたら3点にしよう。3点ありました。特別仕様です。はい、お願いします。若い子たちも。若い子たちも。サビから入っちゃう。はい。どうぞ。あ、わかった。でも、タイトルが出てこん。確かに。NiziU の、ハッピーニューイヤーみたいな。なんかそんな感じの。なんかそんな感じ。いや、わかるんだよ。あ、待って、何だったっけな。はい。いや、わかるよ。NiziU の、NiziU のはわかるんですよ。
わからん。待って、じゃあ一回答えます。3個あ、わかった。来た、ネバーギブアップ。え、違う、違うな。えぇ、感情わかっちゃった。いいよ、シェイク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 。はい、わかるよ、言いたいことは。シェイクミーハッピー。惜しい惜しい。メイクミーハッピー。やったー。メイクユー、メイクユーハッピー。メイクユーハッピー。今何て言った？メイクユーハッピー。メイクミーハッピーって言った。メイクユーハッピーって言ったよね、今。メイクミーって言った。え、ちょっと確認して。メイクミーって言った。メイクミーハッピー。あ、正解。やったー。メイクミーハッピー。あ、正解。やったー。メイクミーハッピー。やったー。おい。最後接戦だったね。ポスファミ。点数発表。9点、はい、11点、12点です。おめでとうございます。一つ言わせてほしいのがね、これさ、歌った人が点数もらえるじゃん、うん、お題で効果って何？自ら3点捨てて引き運が悪かったんだよ。なんだこういうやつ。一ついいこと言わないといけないから枠に喜ぶこと言わないと。いいところは。もう始めてる。もうみたいな。早く言って。じゃあ、ワクちゃんのいいところを5つ言います。背が高い。かわいいな。背が高いのはあの人に言うことや。まあ、タクミンかかってたらタクミンにも言おうかなと思ってたから。言いやすいよ。ポンポン言った方がいいよね。そっちの方が気持ちいいもんね。そうだね。目がかわいい。まつげ長い。鼻高い。あとね、優しいね。ありがとうございます。優しいです。じゃあ僕から剣に直してほしいところ、ちょっと怖さを取ってほしい。怖さ。ちょっとこれカメラ止まったら投げられるの裏。いやでもそれが剣の男らしさみたいな。お前褒めてんじゃん。褒めてんじゃん。悪いところを見つけるなんてね、ないの。難しいですよね。特に俺たちなの。だ自分のこと悪いとこないなと思う。料理もできるしな。そう。すごいから、ね。いいとこ尽くしですよ皆さん、どうですか。そんなね、悪いところも皆さんで好きになるというのがこのポスターですから、いい事務所ですよね。いいところを見つけていきましょう。じゃあ、ポスファミよろしくお願いします。ます。バイバイ。じゃあねー。